症状はね、もうがっつりいっちゃっていいですから。はい、こんな感じで悪魔的に仕上げるため。どうも、おたんこナスです。今回はおたんこナスが作るナスです。ということで、私今日は割と4本目になってきてる。私もこの状態になっても火を使ってはいけないと判断しました。誰が判断したかというと僕です。まあ、これからナスの季節じゃないですか。皆さん、ナスってナス野菜なんですよ。今回はナス野菜のナスを最高に美味しく火を使わずできると、レンジン肉ナス味噌、これが本当に美味しい。家にある調味料だけできる。これがマジで美味しいので、皆さんぜひ作ってみてください。始まります。リュウジのバズレシピ。いきます。まずナス、なんかこれちっちゃな3本ですね。だいたいね、ヘタ取って180とか 200g ぐらいのナス用意してください。そして豚ひき肉、今回ね、肉なんで、肉のナスの味噌なんで 100g 用意しました。そして生姜ですね。生姜もう皮付きのままでいいので生姜 5g。 あとは調味料をやりますんで、調味料を概要欄に書いておきますよ。よしよしよし。このね、レシピはですね、悪魔のレンジ肉ナス味噌っていうやつ。じゃあ悪魔ってどういうことなのかって、ちょっとあんまよく分かってないんですよ、僕も。何が悪魔なのかと、悪魔は料理を作るのかどうかと、そこら辺はさ、哲学だよね。哲学はよく分かんないので、酒飲みます。何も考えたくない、俺は。そしてもうみんなで乾杯。そしたらもうね、嫌なこと忘れるから。よいし、飲んでいきます。いただきます。生きてる、生を実感します。ということで、やっていってから、いいと思う。じゃあまずはね、ヤスを切っていきます。はい、そしてこのこれね、ちょっとね、何取ってくるんですよ。でそして今回レンジ調理するんで、こいつをね、半分に切った後に1センチぐらいのこのね、幅に切ってもらいたいですね。はい、こんな感じ、こんな感じね、細長く切りましょう。頑張れ頑張れ自分。こんな感じで切れました。入れます。冷た感じでね、冷た感じで言いましょう。なければ生姜チューブでもいいんですけども、まだまだ生姜の方が美味しいと思います。そしてこいつをちょっと乗っけますね、ここら辺ね。そしてここで調味料を入れていきます。これね、めんつゆと焼肉のタレをね、混ぜ合わせたこのタレ、最高にお肉に合う。はい、お味噌ね、小さじ1杯。あとごま油、ごま油小さじ2杯ね。でそしたら豚ひき肉のせまして、その後に黒胡椒ね、黒胡椒もね、もうがっつりいっちゃっていいですから。結構ね、濃いめの味付けになると思うけど、どうなんだろうな、これ。もう昔のレシピはね、あんま覚えてないですよね。っていうことで、これでラップして5分チンします。ナスっていうのはね、炒めたり揚げたりするのが定質なんですけども、いいんですよ。これなんでいいかっていうと、ナスが下で肉が上じゃないですか。ナスが下で肉が上ってことは、肉が加熱された時の油を全部このナスが吸うんですよ。この組み立てが一番大事。はい、片栗粉を溶いていきます。でこれね、なんでこれをやるかっていうと、やっぱ煮汁にね、やっぱとろみをつけたい。水小さじ2を溶いていく。この片栗粉、水溶き片栗粉、これを入れることによって、非常に良くなります。これだけ用意しといたら、あとはもう5分待つだけなんで、待ってください。あ、ということでですね、5分経ちました。
早速開けていきたいと思います。オープン。まあ、ちょっと蒸気気をつけてくださいね。蒸気でやけどした方、こうなりますからね、皆さんね。はい、こんな感じで、でここにさっきの水溶き片栗粉で、これ混ぜて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 入れます。こうやって、ね、で速度に崩す、はい、そして片栗粉入れて、余熱でもまあちょっととろみつくんですけども、もうちょいとろみつけたい。だから30秒だけこれでチンします。あのラップいらないんでね。30秒。どうですかこれ、いいとろみがついてでしょう。お皿に持っていきましょうか。じゃあ盛り付けていきます。もうナスとろとろの、もうとろとろ、約束された勝利の味。あーうまそうですね。熊的に仕上げるためにね、骨いいよ。そしてラーの油をかけていきます。僕はもう辛いの大好きなので、もうラー油でコーティングします。こちらで熊のレンチ肉ナス味噌完成。それではできましたので行かせていただきたいと思います。いきます。世界を革命する力を、多分これが分かってたら結構友達になれるね。いただきます。じゃあ皆さんいただきます。ナス、とろってり。これね、ご飯にかけた。ご飯が進む味。あ、でも、ご飯が進む味ということは、そうだね、酒が進む味だね。ここはホワジョを加えたらもう、ほぼ麻婆ナスよ、これね。いいっすか。レンジでナスを加熱するとさ、これぐらいとろとろの中がいい。あ、たまらん、たまらん。うまい、これはうまい。世界はこれを待っていた。ということで私はレンジ肉ナス味噌のもう良さを伝えてて良かったと思います。なのでこれに懲りずまたこのチャンネルを高評価と低評価ありがとうございます。よろしくお願いします。なんかもうちょっとスタッフが今日この動画編集面倒さそうだなっていう感じがちょっとしてますけども、あんまり気にしないようにします、ここら辺はね。はい、面倒くさい。うん、いや全然今のところ普通じゃない。あ、大丈夫。あ、そういうのは面倒くさないんだ。どこが面倒くさいのかわからん。どういう場面で面倒くさくなるのかわからん。いや、まあレシピ間違えそうだなって感じ、そういう時は、うん、レシピ間違えそうなのはもう無理。もう無理。まあそれ以外はバッサリカットする。うん、バッサリカットするの。いや、それ以外はバッサリカットする。かあとはそういう喋ってるところはエンディング持ってったりとか。あ、エンディング持ってたよね。そう、なんかそう、なんかカットさ、ほぼ使った方がいい。ほぼ使ってほしい。